ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。どうも森光です。金ピラコボです。よろしくお願いします。もう俺なんかもさ、今年で24だけど、よく考えたあの12年の付き合いなんだな。そうだね、確かに。はいはい、そうですね、はい。あ、だってもう俺小6の頃、ほら俺が通ってる小学校に森光が転校してきてからの付き合いだからね。うん、懐かしいな、あの時はまだタイが女の子だったもんな。違うよ、俺ずっと男の子だよ。しかもよ、小学生なのに身長198センチだったよな。じゃ本番かよ俺や、そんなビッグサイズじゃなかっただろや。しかもお前小学校なのに、小学生なのにさ、低芸可愛い彼女いたよな。ブスだっただろや。いや、ブスだっただろや、もうおかしいだろ。まあ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 な、名前も可愛かったさ。可愛かったからな、デビー夫人ちゃん。ババアやしや。デビー夫人ちゃんって、いや、どんな名前だろや。おかしいだろや、どんなカップルかや。懐かしいな。懐かしいもなや、そんな思いで全部ないだろ、そんなのや。いや、今でも好物は、あれ鼻くそ塩味だろ、知らんよ、そんなのや。もういいよ。どうもありがとうございました。キンピラコボーのキンキンピラピラお星様ラジオ FM ギノワン FEC チューンド金曜日キンピラコボーのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしておりますよ。はい、すいません、先週はね収録放送でお届けしてしまいましたが、どうでしたでしょうか。はい、で今週は生放送でお送りしております。自己紹介からしましょうか。おいおい、僕たちはですね、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっています。きんぴらごぼうの金城大河と、名護でモンスターの緑が置いてあるのは道の駅巨大しかない説を思っています。きんぴらごぼうの富川森光です。よろしくお願いします、はい、そうなの、あのさ、この前、ちょっとねバイトで東村まで行ったんですけど、はい、僕なんかの先輩のパーラナイスアラネアキラさんと一緒に行って、アキラさんモンスターめっちゃ好きじゃないですか、はい、で緑が好きじゃないですか、アキラさんで最初東村から出て、東村にコンビニないから、はい、大気味に出て、はい、コンビニ入ったら、モンスターの白いやつと、青いやつ、青いなんかゼロカロリーのやつあるさ、はい、あれしかないわけよ、でどんどんまっすぐ行って、氷島のところのファミマ、はい、あっちもないわけよ、それしかないわけよ、でどん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 行って行って、コンビニあったら入るんだけど、はい、全部その種類しかないわけ。そうなんだ。だから名護の人は、多分その緑モンスター飲まないんだろうね、合わないんだですね。だからでも飲まないことはないと思うけど、でもあれじゃないですか、コンビニってやっぱり売れ筋がいいものを置くじゃないですか。そうだね、だからそういうことなのかなと思って。であまり味は好きじゃないのかもね、道の駅巨大、にの販売機でやっと巨大の販売機、巨大の販売機、はいはいはい、ああそこか、そう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 、普通に金秀とかもありそうだけどなかったんだ。あ、金秀とかは入ってないな。あ、そうだ、まあ通り沿いじゃなかったから、ね、あ、はいはい、そうそうそう、そっか、そっち側じゃないのか、それまでにいろいろあるけどね、ローソンとかも多分そこにも、ローソンも入ったんだけど、ローソンもなかったわけ、なかったんだ。レッドブルとかあったけどね、飲まないんだですね本当に。じゃあだからあんまり飲まないんだろうね。どうなんだろう、調査してみて今度じゃ一人でどこまあ、車の免許も取ったからね。そう行ったから。あ、でもいいっすね、そういうのもたまには、行って、緑のモンスター栄養ドリンクは飲まないんですか、っていう店員さんとかにちょっと許可取って取ってから、はい、で、まあ店員さんだし道歩いてる人にも聞いてみて、人とかにね、そうそう聞いてみてからね、モンスターって何って言われるかもしれないし、ね、だからな、モンスターでもなんかあそこら辺ってさ、やっぱ道長かったりするさね、だ長距離運転の人とか多そうだから、なんか結構飲むのかなと思いきや、だから味があんまり好きなんじゃ、好きじゃないんじゃない、だから白とか、はいはい、青あったんですよ、だから緑の味があの独特なモンスターの味がちょっと好まないかもしれないしね、なるほどね、はいはい、なんかあるんだろうな、この山的
的なこのなんかそういう環境があれじゃないだからそうさせてるみたいなその山多いさね、あっち、うん、森が多いから緑が多いから、はい、ここでも緑なってなったかもしれん。うんざりした。モンスターのこの M がこの山に見えてからうわーって なったかもしれない。なんだろうね。またなみたいな、ね。はい。まあそんなこんなですけども。はい、ということです。先週がね。はい。先週かあの ゲロ忙しくてですね。そうですね。そうですね。あの収録放送でお届けしたんですけども。うん多分、はい、生放送でね、はい、来てたら多分俺なんか3個とぐらいしか喋らなかったぶっ倒れてたかもしれない多分本当に、うん、絶対喋れてはなかったでしょうっていうのもね、はい、6月9日がなんかそのメインプレイスで、はい、うちなんか事務所のですね、はい、音楽のレーベル、うん、音楽のこのあれがありまして、うん、団体がありましてコアッチーノイズっていう新しいこう、はい、レーベルを立ち上げてるんですけど、うん、そっから今日も疲れてるだろお前いや今日も疲れてるよや声のトーンよレーベルがあるんですけど、うん、福山雅治みたいな福山雅治もっとテンション高いだろあの人、うん、あの人ラジオめっちゃ生き生きしてるあそうなんだ下ネタ万内言うからですけど、はい、まあそれのなんかそれを兼ねたなんかこう FEC の今持ってるコンテンツを、うん、皆様にこう見せますよっていう、はい、なんだろうなんか一個のステージイベントがあったんですけども、うん、すごかったね、はい、5時から9時まで4時間イベントですよ、うん、すごいなんかそういうのあったよな5時から9時までみたいなあったかよななんかあったやんでもさ、うん、だって金曜日で、うん、まあまあ一応週末ではあるけどその土日に比べたら人ってそんなに、はい、集まりにくいではあるじゃないですか、うん、5時って言ったら夕方でもあるしだからねお仕事してる人たちもたくさんいると思いますし、うん、そんな中でも結構結構いたみたいですよ人いっぱいいてだからその中でハイアップローっていうこの我がで、はい、クーター進化月曜日この時間担当してるクーター進化と KY デンジャラス、はい、でデコボコトラベリングで3組FM 技能番組持ってるでしょいますねこれはハイアプローっていうこうユニットを組んで、うん、こうまあアイドル地味なことをしてるんですけどいやアイドルっていいやん、アイドルでいいでなこの子たちがそのイベントになんかそう1000人呼ばないといけないみたいな、はい、ベッタ曲なんですけどそのラジオの企画であって、うん、でも、まあ、1000人とまではいかなかったけど、うん、800ぐらい集まってたみたいですねは来てたみたいで、うん、でもすごいですよねフリーイベントですから、うん、で4時間もやってますから、はい、なかなかずっと いるっていうわけではないじゃないですかそうですねだから立ち止まって、うん、ちょっと見て帰ったりとかする人も含めれば全然1000人はね、うん、ねこういったと思うけどなけど、ね、やっぱり声はかかったらしいなんか面白いねみたいな、まあ、そのカッチノイズもそうだし、はい、ゴエク栄翔先生もねなるほどね今流行りのゴエク栄翔先生のステージイベントも、うんってますね、しっかりだし、うんエイカーズのね、はいエイカーズショーもありましたからこう、まあ、楽しむにはねすごい手付けの舞台で、うん、何やってんのみたいな通りすがりの人がやっぱりいろいろ声スタッフとかにね声かけて、何のねっていう、はいはいはい、お笑いのああ吉本のねまた吉本かよまあ吉本さんもあっちでやってますからねそうやね次の日が吉本さんが舞台あったんでしょあーらしいですね10日にまあまああってでもその三栄さんからの方も好評、うんで、うん、またぜひやってくださいみたいなこともあったらしいので、いいで多分、やることがあると思いますので、はいまあ、その際はまたお知らせしますので、はい、ぜひとも遊びに来てください。お願いします。6月9日と10日がね、うんお笑い米軍基地、はい、13ということで、はい初日舞台初日ですね。踏んでパレットくもち市民劇場であって、11日は、うん2回公演であってっていうこの怒涛の3日間下手今1週間ねやったので、ね、舞台の水曜まあそんなこと言ったら疲れはずっと引きずってるんだけどびっくりしたのがもう10、はい、舞台終わって次の日にもう俺風邪ひいてた、うん、えだからもう風邪は引いてたんだろうな10日11日ぐらいから引いてて引いたらダメってもう脳みそが分かってたんだろうなアドレナリンが切れて、うん、もうダメになっちゃったかもしれない、はいはい、ぐたぐもうダメだったねもう俺はもう、うん、久々に全身筋肉痛したね。ねいやあ、まだちょっと舞台中なので、うんはい、内容はあまりそんなに言えないんですけど、すねうん、内容は内容みたいなね。このラジオでは内容は内容みたいなね。
ということで低クオリティの今日も調子いいな低クオリティのやつで調子いいわ今日もまあまあまあ今日もまあまあそんなこんなのお話いろいろしていきますので、はい、1時間お付き合いよろしくお願いしま す, お願いします。メールも募集していますよ、はい、メールアドレスが797@fmgino1.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いします、はい。またツイキャス、ユーストリーム、サイモルラジオ、リスンラジオ等でも同時配信してますのでそちらからもご視聴いただけますよ、はい。ツイキャスはまたコメントも皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでじゃあ1時間お付き合いください。よろしくお願いします。一旦 CM 行きましょう。 CM です。どうぞ。ずっといろいろはい、ということで CM ですけれども、はい、ツイキャスの方来てます、はい、シュプリームさん、インピラのお二人さん、こんばんは。先週は収録放送で寂しかったですということで申し訳ないですね。申し訳ないですね。シュプリームさん、あれですね、もう常連さんになってきてますね。いやー、もうあのメガネロック大家ファンの東京支部第1号、東京支部だったかな。そうそうそう、そうなんです。そうそう、もうやめた方がいいですよ、そういうのすぐ。メガネロック大家をこう自分の人生の中に組み込んだ時点でもう多分ダメだと思いますのでアウトシュプリームさんの、うん、あのなんていうんですか、あの人間として の,、うん、あの人間性ですか、うん、があの5ぐらい下がります。そうだね、価値が下がっちゃうから、うん、これはもうすぐにでもやめた方がいいです、はい。中田猫さん、はい、いいですけどね、はい、自由です先生、はい、じゃあ CM 開けます。開けますか、はい。これすいません、ジャックはどこに、はい、あ、すいません、ひでまむです。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオFM ギドワン FEC チューン堂金曜日キンピラゴボードキンキンピラピラお星様ラジオ。びっくりした。俺あの今日ね、はい、あのラジオの中で曲をかけようと思ってたんですけども、うんうん、こう自分の携帯から流そうと思ってた、自分の携帯に入ってる音楽を流そうと思ってたんですけど、はいはい、うん、僕あの iPhone7 にあの機種変更してまして、はいはい、iPhone7 からあのイヤホンジャックないんだね。そうだよ、こっちイヤホンジャックつけてね、うん、こっち の, あのミキサーからこう、はい、皆さんお届けしようかなと思ったんだけど、うん、もうイヤホンジャックが消え去ってたやつさ。もうだからもうあれですよ、今日はもう曲なしですね、うん、なしでですかね。なしで、うん、いいと思います。はいはい、ということでございますが、ツイキャスも結構コメント来てますよ、はい、ツイキャス、シュプリームさん、はい、先ほどのモンスターのお話ですね、うん、モンスター飲みすぎたらカフェイン中毒にぬるよ。ぬるよ。多分なるよだと思うんだけど、うんうん、なるよのなが多分誤字変換して、はい、ぬるよ。いや多分東京の人だからそう言うんじゃないか。そういう訛りかな、うん、カフェイン中毒にぬるよ。東京の人こんな訛らないだろ、うん、カフェイン中毒にぬるよ。いいね、いいね、じわじわきますねこれ。絶対口開けて喋ってないもんな。カフェイン中毒にぬるよ。それとオレンジのモンスター知ってるって、知ってますか、オレンジのモンスターあるの。オレンジ、うん、あ、オレンジありますよね。なんかね、あの果汁が入ってるんですよ、うん、オレンジは、うん、あのローソンにあります。あ、そうなんだ。オレンジ美味しいけどな。オレンジ僕好きで、オレンジがなんか、うん、モンスターがあちょうど、まあ、沖縄でね出始めた時ぐらいに、はいはい、うんうん、オレンジだけなんか評判があまりよろしくなかったらしい。あ、そうなんだ。あの自販機とか、うん、ドンキとかで150円で売られてたわけ、うん、でもカフェイン量とかは変わらないわけ、成分。あ、そうなんだ。だからすごいお得だったけど、はいはいはい、まあまあもうだんだん人気出てきてね、うん、ちゃんともう今ブランド化してますけどね。なるほどね、はい、一発ユミさんこんばんは、はい、こんばんは、ありがとうございます。中田猫さんからもフリーライブ楽しかったと、あざます。1時からいたよ。結構早くない？だってあれ5時ぐらいからスタートだった。俺なんかの入り時間より早い。やば、うん、何1時からいたよって。買い物してたのかな。そうじゃないですか。あ、中田猫さんお子さんと来てましたよね。あ、そうなんだ、うん、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。ひろみさん、お、政府間に合ったと、急いで帰ってきました、ありがとうございます。間に合ってはいないですけどね。ひろみさん、ちなみに。いやいや、終わってたら間に合ってなかったってことでしょ。なるほどね。多分俺なんかのここ、はいはい、ラジオが聞けてよかったってことで、ありがとうございます。スタートラインには間に合ってなかったけど、うん、まあまあ、いや、聞いていただけるだけでね。でもそれぞれスタートライン違いますからね。人によって。そうだね、はい。ヒロミさんも12時過ぎからあのフリーライブ席取りしました。あ、そうなんですね。ありがたいね。ヒロミさんは多分僕おしゃべりしたことないですよね。あ、そうなの。あるあ、わかる、あるんじゃない、あれとかにも来てましたよ。あるのかな、そうなんですか。ハエバルの、はい、
あの古民家ライブだったでしょ。ああはい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 、企画してあれにも来てましたし。あ、そうなんですね。そうそう、多分来てたと思います。違う、当たってるよね。当たってますよね。おしゃべりしたけどお名前を聞いてないんですかね。多分多分そうかもしれない、うん、そうそう、だから最近よく来ていただいてる。あ、そうなんですね。そうそうそう、ありがとうございます、ね。歌ないならタイガの生歌でいいよ。あ、でも森、あの、あ、なるほど、曲いけるみたい。あ、いけますか。さすが、ゆなみえさん。ありがたいですね。ありがたいですね。なんか流したい曲もしあったら後で教え、あの、あ、ひろきさんにこっそり LINE で耳打ちでいい。ひろきさんに耳、別にあの伝達方法は何でもいいんだけど、うん、お任せします。モールス信号とかでトントンしてひろきさんが分かったらすごいけどな、こうスートントンのやつをね。はいはい、ということで、まあ、じゃあ時間も お任せしても大丈夫ですか、ひろきさんに。あ、あ、こっちの曲、あ、あ、あるってことですね。ああ、これが2つともあるんだ。なるほど、よかったよかった。ありがとうございます。はい、よかった。じゃあお願い、じゃあお願いしますね。はいはい、という感じです、うん。メールも募集してますのでよろしくお願いします。あ、来てるね、一応ね。メール来てますか。読んじゃいますか、じゃあ先に。読んどきますか。はい、お笑い大好き高校生さんよりいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。きんぴらごぼうのお二人こんばんは。こんばんは。フリーライブお疲れ様でした。とあざます。今日学校で学年で弁当作りをしましたと。うん、ゴーヤチャンプルを作りました。私はゴーヤが苦手ですと。あ、まあゴーヤは苦手な人ね、いっぱいいるからね、うん。話変えますが、現場実習を終えてプールの授業が始まっています。はい、はいはい。私は水が怖くて顔がつけられません、うん。あ、怖いののお話ですね。幼稚園くらいの時から顔がつけられないですと。幼稚園か小学生ぐらいの時にプール教室に通ってて怖くて泣いたことがありますと。今は通ってないです。じゃあ、なるほどね。2歳の時はつけれたんですよね。幼稚園の時からつけられなくなったっていうことなんで、それまでは多分、うん、まあ、感覚がなかったんだろうな。あるだろ。感覚というか、あ、怖いっていう、あの、なんだろう、あの、物心がなかった。いや、つかあるだろや。幼稚園から物心つき始めるって何。幼稚園の 前ぐらいね。あ、だ、物心ってさ、いつぐらいからついた。もう記憶があるのっていつ頃。記憶、うん、あ、でも保育園はあります。あ、保育園あるんだ、うん。そうなんだ。だって僕保育園が嫌すぎて、うん、あの退学したんですよ。で家で一人で、あの折り紙で紙飛行機折って、うん、一番天井に刺さりやすい紙飛行機はどれだろうって一人でずっと30個ぐらい作って。もっと学ぶべきものあっただろう、うん、なあ。しかもさ、あのこの天井にヒュンって矢のごとく、うん、あの投げて飛ばすみたいな感じだから、はい、あの普通に飛ばしたらあんま飛ばないんだよな。風スンってもう、そう、スンっていっちゃうから瞬間速度が速くないとダメなんだね。そう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 。あー、なるほど。それを試行錯誤して、そうそうそう、鋭利で、うん、素早いやつ、素早いやつ、スピードも出るやつ。これ何何を求めてたぼお前。なるほどね。いやでもプールはな、これはもうちょっと、いや、でも僕も、うん、泳げないんですよ。で水に顔つけるの怖いんですけど、うん、まあでも慣れだよね。うん、あれができないね、息継ぎが。多分未だに、あ、平泳ぎはできると思うけど、ね、はいはい、クロールがね、絶対あれ、違うよ。あれでも、いや、あれやっぱりコツなんだよな多分。あ、上手い人は若干水が多分かかってても、はい、この上手いこと空気からこう酸素を摂取できると思うわけ。なんだろう、なんだろう、鼻、なんだろう、こう 空間とし、空間でどうにか吸うみたいな、うん、どうにか。いや無理だろや、水かかってたら。だってあのクロールしてる時って、うん、こう各さね、はいはい、腕をこう描いて、はい、こう脇の方からこうパッて上げるさ、うんうん、だからなんだろう、平泳ぎより多分そんなに口出せないわけ。確かにね。で多分空いてる部分と使ってる部分あるよね。そうそうそう、うん、だからしかも水の抵抗があるからそんなに長く顔出せないわけ、うんうん、だから顔から出した瞬間ってこう顔に若干水がこうバサッてあるさ、はい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 、覆いかぶさってる中、うん、若干吸わないといけないから、はいはい、多分なんかコツがあるんだよ。もしかしたらじゃあ吸ってないかもしれない。吸ってないかもしれない。ただ顔バシャーやってるだけかもしれない、うん、だからじゃあ、だから上手な多分吸い方が、なるほど、タイミングとかがあると思う、うん、この泳ぎ方で。俺だからそれがつかめないままずっと、俺水泳教室通ってたんだけど、タイガ泳ぎ上手だもんね。そうそう、通ったんだけど、うん、バタフライタイガって言われてるずっとそんな長い名前ないだろ。バタフライタイガって呼ばないだろ。バタフライがだからえげつなくて、あ、バタフライがやっぱり一番難しいよ、はいはいはい、あの筋肉も必要だし、うんうん、背筋も全部腹筋、うん、胸筋も必要だし、そうだよね、上半身バーン出すもんね。そうそう、あれ
で、だからその、そうそう、なんだろう、グイってこう上半身を上に上げないといけないから、はいはい、これがもうきつくて、うん、全然息が吸えないわけ。あ、そうなんだ。あ、もうその上げるのでいっぱいいっぱいで、もう息が吸えない。25メートルでもう、あの、終わった後、うん、クラッてするわけ、うん、これをずっとやらされるわけこれがめっちゃきつかった、バタフライが。俺さ、だから中学校のところかな、うん、あの、泳げないやつみんな端っこのレーン来いみたいな、体育の先生が、はい、俺が絶対泳がすみたいな、はい、言ってて、はい、で、あの、僕泳げないんで端っこのレーン行ったんですけど、はい、なんかね、あの、いろいろ指導してくれるわけですよ、うん、で、やってるんだけど、うん、なんか全然俺進まないわけよ、はい、バタ足もできてて、かきも多分一応できてはいるわけよ、うん、でも全然進まないわけよ、うん、で、あの、先生がで水中に潜ったりとかしてフォーム見ながらやるんだけど、なんで進まんかわからんなって言い出して、俺も溺れるようにして 25m もうこの先生がかわいそすぎて、最後らへんもほぼ溺れながら、あの、なんとかして泳いであげないと、なんかちょっとこの先生かわいそうだなと思って。他の人は泳げてるんだけど、メンツに、うん、だから水泳はちょっと無理だな、なんかね、うん、体の難しいからな、あれ。怖さもあるんだろうけどね。そうそうそう、俺のその水に対する恐怖心みたいな、うん、楽しんじゃえばね、大丈夫だと思いますよ、うんうん、なんだかんだ慣れですよ。あの、海とかでもね、うん、あの、足のつく範囲で楽しめばいいし、そうそうそう、受ければね。だって俺も泳ぎ嫌いだったよ。あ、そうなの。うん、だから幼稚園の頃とかは、うん、あの、みんな家族で海行って、はいはい、弟とか海で泳いでるけど、うん、俺だけずっと砂浜で遊んでた。あの、波打ち際でずっと。だからアトピーになったかな、うん、かもしれないな。ずっと直射日光だったからバカになるかや他にそういう人いっぱいいるだろう、うん、そう、そうです、そんな感じですね。中田猫さん、はい、立ち泳ぎ得意だよ。あ、そうなんだ。立ち泳ぎってさ、どうなの。立ち泳ぎはもう、だからあれじゃない、立ち泳ぎ得意だよってさ、うん、あ、でも溺れづらいか。溺れづらいね。はあ、はあ、立ち泳ぎ得意な人って、うん、あの、上半身とかまで出せるさ。はいはいはい。シンクロやってる人とか、そうか、あ、そういうことね。足だけで泳いで、うん、もう腰あたりまでバーって出て、そこでキープしたりとか。すげえ。だから、ああいうそのシンクロの人とかって、それで高さとかも合わせますよね、立ち泳ぎで。この出てる距離ってこと。出てる身長が違うから。そういうことか、うん、立ち泳ぎ専門学校とか言ってたのかな、中田さん。ないだろや誰が楽しむかギドワン、ギドワン私立立ち泳ぎ専門学校まあないだろうけどね子供たちもアミーゴ見て喜んでいましたって。ありがとうございます。ありがたいね。今日最終回だったんじゃないじゃん。そうですよ、うん、ドラマ。どうなんだろう。ちょうどね、うん、ちょうど見れないんですよね、僕たちいろいろね、うん、あの、お仕事があって、はい、いけないっすね。どうなんだろう、どうだったんかな、どんなでしたかね。なんかコメントがあればいただきたいですね。はい、ということで、はい、どうします、曲からいこうかな。じゃあ曲流しましょうか。大丈夫ですか。サザンのやつからじゃあ聴いていただきたいと思います。いきましょう。サザンオールスターズで愛しのエリー。はい、今曲流れております。はい、今日はですね、ちょっと周知するの忘れてましたけど、今日はあの伝説の、はい、あの新コーナーを、はい、あ、なるほどね、やりたいと思いますので聴いていただきたいと思います。さあ、ツイキャスコメントお待ちしておりますよ。KY、今週クーターと KY のラジオ聞いたんだけど、ちょっと、はい、ちょ、面白いな。あ、そうなんだ、ね、やっぱり知ってる人っていうのもあると思うんだけど、やっぱり面白いですね。はいはいはい。 KY とか、 KY って言わんだね。え、 KY でしょ。 KY でしょ。 KY じゃないKY デンジャラス、うん、KY デンジャラス、うん、KY まあまあまあ、どっちでもいいんですけど、あの企画で、はい、あの中地の両親に、うん、今もまだウィークエンドラバーしてるかっていうことを、はいはい、そうそうそう、夜の営みをやってるかっていうのを生電話して聞くっていうめっちゃ面白かった。面白いね。めっちゃ面白かった。あ、ずっと中地だけが損して、コウタが隣でケテケテ笑うっていう
いやで、まあ、まあ夜中だし、うん、父さん母さん寝てるから、うん、ね、妹でしたっけ、うん、妹の、で妹にまず電話かけてで、お父さん起こしてもらって、うん、で、変わったよ、寝起きで、うん、申し訳ないけど今もまだ、あの愛を育んでますかみたいなことを聞くわけよこれめっちゃ面白いですね。めっちゃ面白かった、うん、でクーター進化はなんか、うん、あのお互いにこう好きなものをこう発表するみたいな企画があって、うん、はいはい、例えばその港だったらなんかその、うん、なんだろう、特撮とかが好きでしょ、はいはい、なあ、その今週はなんかその特撮のなんか話をしてたね、うん、仮面ライダーだったりとかの話してるし、でもそれぞれ色があって面白いな。デコボコがまだあまり聞けてないんだよな。そうなんですね。どうなんだろう。でも反響はなんかいいよね。デコボコトラベリング。見てる感じは、そうそうそう。ただ、大家のラジオはまだちょっとあの、聞いてない。あ、そうそう。中地のお母さんが電話したら、あのトイレに入ってる最中だったっていう。あ、そうなんですね。そうそうそう。今トイレにいるよ、みたいなこと言ってて。そんな、そんなんもあるんだ。中田猫さん、なまってる、都なまってるんだよな。なまった地域で育ってないけどね、那覇でしょ。そうだね、ずっと那覇で。まあでもあれか、あの親戚とかおじいちゃんおばあちゃんとか、はまた島だ、あ、島ではないか。いやいや違う違う、僕は全然違う。違う、うん、うん、いやでもイントネーションおかしいって昔から言われてたもん、家族とかに普通に、あ、ね、普通に育ってきてて俺はイントネーションおかしいって言われてたかもしんない。でももうこれはあれじゃないですか、あのアナウンサーとかだったらさ、うん、あの致命的ですけど、うん、芸人だからね。どこでだからなのかな。でもいや、か環境育ってるがやっぱりあれはあるかもね。あ、育ってきた環境がやっぱり違うから、まあ、すごい否めないかもしれない。否めないですねっていうのはやっぱあるかもしれないな。あ、でもそれこそ、はい、歌はずっとき、あの聞いてて、音楽、歌は歌は俺全然聞かん、今でもあんまり聞かないな。歌を聞いてたイメージがなんかあるな。なんか おばあちゃんが自分で作った子守り、子守り歌ってでもなんか作った歌さ、ね、大体、はいはいはい、おばあちゃんが自分で作った歌で眠ってたりとか、うん、おばあちゃんがなんか僕のことを歌った歌とか。じゃあおばあちゃんのせいじゃない。おばあちゃんのせいだったの。そうだろうな。おばあちゃんでもなまってない。でも僕のおばあちゃん、あの、あ、すいません、CM が大丈夫か。海外のおばあちゃん人間じゃなかったか。いや違うだろう。人間だった。俺4分の1何でできてるもん。狼に育てられたんだ。違う違う。しばらく本土にいたから。あ、そうなんだ。なんかお酒飲んだら、あの、あっちの名前になるわけよ。関西みたいな。ごめん、前。あれ？流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ。FM ギノワン、FEC チューンド、金曜日、金ピラごぼうの金、金ピラピラ、お星様ラジオ、生放送でお送りしております。はい。ヒデノブはしばらくお休みになったから、もうヒデノブの生、うん、声じゃないやつで撮らないといけないね。そうですね。別の人のね。うん、はい。はい。おさきさんかよ。いや、だからこれ、あれですよ、ケイちゃんさんに。あなるほど、ね。これをケイちゃんさんにさせりゃいいのか。そういうことか。だから今回は撮ってないよね。今回は撮ってない。だから次回、お願いしましょう。わかりました。ということで、はい、じゃあ皆さんお待ちかね の、うん、あの前々からやろうって言ったあのコーナー行きたいと思います。行きましょう。はい、今月のケイちゃん。はい、来ましたね。ちょうどツイキャスが止まっちゃいました。止まっちゃいましたね。はい、
そのまま配信いたしますので、はい、はい、今ありがとうございます。配信しました。はい、ということで今月のけいちゃん、はい、始まりましたが、まあまあ前ね、なんかおひらスタイルの、うん、おひらスタイルっていうコンビが、うん、いるんですけども、うん、今ちょっとあの無期限の活動休止中で、うん、アーティストみたいな休みが俺たちは無期限のみたいなサザンとおっしゃった方向性の違いです方向性の違いだったらやめれるもんっていうのがあって、はい、まあ、キイチさんは今ちょっと本土に出稼ぎに、うん、行ってますね、あの行ってまして、うん、まあ、ケイちゃんさんはまた沖縄でなんかあのいろいろやってるらしいので、ね、悪いことしてる、はい、まあやっぱりでも悪いことしてるのかなまああのやっぱり FM 技能案聞いてた方々は、はい、やっぱ大平スタイルをやっぱ知ってる人もいるわけですから、いますね、大平スタイルが今何をしてるのか、まあ、うん、そうですね、みたいな、まあ、知らない方は、うん、あの知らない人が今何してるかっていうのを聞いてもらって誰が喜ぶんかな、うん、それも一興ですからね、はいはい、なので、まあ、そこも楽しんでいただきつつ、はい、でその大平スタイルっていうね、僕なんかの同期のコンビがいるんですけど、うん、まあ、それのけいちゃんさんが今沖縄にいて、はい、何をしてるのかというのをこれ、うん、月に1回ぐらいね、けいちゃんさんのお家に訪問して、うん、いろいろこう近所を報告してもらう、はい、っていうことですね、はい、で第1回、今回タイガーが行ってくれたんですけど、僕が、はい、ちょっと僕の方が予定合わなくてタイガー1人になってるんですけど、けい、はい、ちゃんさんのお家に行って、うん、あの収録をしてきましたので、はい、そのデータがありますので、うん、じゃあ皆さんに聞いて楽しんで、だこう知らない人は本当にじゃ知らないいやいいんじゃないですか、まあまあそこもね楽しんで、大平スタイルのけいちゃんっていう芸人がいますので、うん、33歳の33歳、34歳、4歳かな、5歳じゃない、今年で35の、今年で35、あのおっさんがいますので、はい、チャラいおっさんね、はい、お家に一軒家で、はい、3世帯の2階に住んでます、うん、3階までお家があるので、じゃあ今伺いましたので、じゃあ音源聞いていただきましょう。すいません、じゃあお願いします。どうぞ。あ、お疲れ様でーす。お久しぶりでーす。失礼しまーす。ちょっとめっちゃ上等なお家じゃないですか。めっちゃ上等じゃないですか。お。あ、お茶とコーラ。あ、じゃあコーラいただいていいですか。あ、そうだ、どうする、どうします、なんか、え、特にちょ何も考えてはないだろうね多分だろうね、はい、まあ、ちょ企画としては、うん、こう今月のけいちゃんみたいな、あ、ワンコみたいな、こん、あの今日のワンコみたいな感じで、いやいやいや、ワンコな感じしないていうかそもそもまずこの企画上がった時点で誰が聞くばと思っていや、聞きますよ、聞きます、なので、うん、まあじゃあちょっと、じゃあ、はい、あのラジオを聞いてる方にちょっと、じゃ あラジオを聞いてる人に、はい、これ多分流れると思うプレッシャー、つうか何を言っていいかもわからないんだけど、あ、まあ、あの今月は、はい、今月の僕はこんな感じでしたよみたいな、はい、あ、そうだね、何か何がありましたよみたいな、あ、何があった、はい、今月6月、うん、6月か、6月6月、じゃあもう普通に、普通に、普通にって、はい、どうも、大平スタイルのえ、違う、いや、もうあの僕の振り、さっきの振りの部分からもう入ってる、あ、もう入っていいの改めて多分紹介するんですけど、いやいや、なんか改めた方がいいのかな、いや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 、タイが誰と喋ってんのみたいになっちゃう、あ、じゃあ一応、改めてですね、じゃあ一応改めてね、はい、改めて、はい、どうも大平スタイル、ケイちゃんです、はいはい、まあ皆さんとはもうかなりお久しぶり、そうですよね、お久しぶりですね、はい、まあ僕ら4月に活動休止し して、はい、もう僕もね、その行ったらお笑いという道をちょっとお休みさせていただいてて、はい、で、まあ、今月のけいちゃんということで、はい、まあ、今月6月ですよね、はい、梅雨っすねそれあなた関係ないじゃないですかあなた関係ない、梅雨っすね、これ、ね、みんな共通でそう思います、梅雨ということで、はい、今月のけいちゃんは、はい、あの出てないっすほぼほぼ出てないっす、出てないっていう、外に出てないっす、外に出てないっす普段は、まあ、言うなれば俺もともとインドアだわけ、
インドア派。インドア派。いや、もともと元がアウトドアかどうかわかんないですけど。あ、そんなイメージないの？いや、あるとは思います。ずっとサーフィンとかやってそうなイメージだったわ。それ見た目やし。人は見た目が 100% やし。あると思いますけど、うん、なるほど、インドアなんですね。うん、インドア、インドア。インドアだから、お仕事は？あ、仕事は、あの夜中の市場、農連市場、農連市場やって、はい、あのもやしキングと呼ばれて、はい、虫キングみたいな、違うよ、もやしキング、もやしカード、カードレジェンド、レジェンドですか、レジェンド、なるほどね、もやしのレジェンドしてて、うん、これもやしをなんかこの、そうそうそう、農連のこの卸売みたいな、あ、なるほど、ね、はい、まあ分けて、まあそれだね、それ終わって家帰ってきて。でも僕子供いるんで、はい、子供を保育園に送って、はい、で帰ってきてあのパチンコ行きますいやいやいやキッズさんにも言ってましたけど、はい、これダメ人間じゃないですかえ大平さんダメ人間なんですかなるほどパチンコに行くわけです、ね、まあ行ってまあそれも、まあ、まあ行くにもあればインドアなんでね、はい、室内なんで、はいはい、でまあまあそうですね帰ってきて飯食って寝ますいいこれのまあ大体まあまあ大体はそうですね、はい、まあ休みの日って言ってもまあ土日とか、はい、日曜日かな日曜日ぐらいとかはもう、はい、もう子供と戯れて戯れてますね、ますね、はい、それぐらいかなえ2人2人です2人いましたよね2人3月3日に長女が生まれて、はい、お最近はい女の子女の子女の子ですもうめちゃくちゃ可愛い名前なんでしょひまりちゃんですあひまりちゃんひまりちゃんめっちゃ可愛いっすわダサいやダサくないだろひまりめっちゃ可愛いひまりちゃんね可愛いですね、うん、ひまりちゃんはじゃあもう今まだ3ヶ月ぐらいってことですね3ヶ月あもう100日っすねあれちょうど今日100日じゃないかな今日100日なのあれ今日100日じゃない今日100日だったら今日来ない方がよかったんじゃない今日でも俺今こう喋ってて思ったんだけど、はい、あのこの企画今月で終わらんいや終わらない終わらないです終わらないあ終わらない上、まあ、一番上が、うん、もう今18ぐらいになってる俺いくつだからよだったらいやいやもう上は3歳です3歳なんですねもう3歳もうすぐ3歳ですね今2歳と結構な結構な10月で3歳なんでじゃあもうパパさんいやもうパパしてますよ本当にまあまあまあ本当にパチンコって言っても毎日ってわけじゃないですよ本当にそれだけは言っときますよ勘違いした全然クズ人間ですけど僕も、はい、でも毎日は行かないですなるほど、はい、本当に時間がまあ朝時間空いたらなぐらいで行くんで、はい、あまあでも仕事をあと一つやってるんでそこが休みが重なった送り人送り人じゃないよ死体のなんで俺一番終わった後人を送ってるのもやしの人とこういやいや仕分けしてってまあまあ配達です配達あ配達があるんでなるほどね配達をしてます、はい、で今こけちゃんさんのお家に来てるんですけどああそうそう初ちょっと2世帯の2階のね、はい、あ3世帯ですあ3世帯あ3世帯でしたね3階までありましたね3階までありますはいじゃあ最強っすねじゃあそうっすね総費用1億円ぐらいうわ、はい、結構なこれは浦添市民の税金で違うよ違うよやめろや今いろいろなんか出てるだろそんなことはないそんなことはないですもう純度 100% の僕らのお金ですねじゃあやっぱりでこうケイちゃんさんの声をこう久々に聞いたリスナーさん、はい、多分もう喜んでると思うんですよそうっすかねやっぱりだとありがたいんですよ、ね、しばらくやっぱり出てないじゃないですかあそうっすね、もう全く顔を出すことはなくなってで、こうネタとかもこうしばらく見てないわけですからあそうっすね、はい、こうケイちゃんさんのこう、うん、まだこの面白さがね、うんうん、こうやっぱり聞いてる方に伝わってるのはすごい多分みんな喜んでると思うんですよ。ああ、ありがたいです。で、このコーナーの中で、うん、こう1個こう特別企画みたいなのがありまして、はいはいはい、こうあのケイちゃんさんのお家の中の何か一つを、うんうん、あのリスナーさんプレゼントするっていう企画が聞いてよや。あるの、はい、あるんだ。そんな企画があるんだ。お家の中のやつ？もうお家の中のやつ、うん、嫁のパンツとかダメ？誰も来ないだろう。あ、誰も来ないだろうって言ったら、それはそれでまた、それはそれでね、変なだから。嫁に聞かれたら殺されるんで。そうですよね。はい、そうですね。はい、じゃあなんかあるかな。え、マジで、はい、マジで。これ、なんでもいいっすよ。なんでもいい。ちょっと探してもいい。冷蔵庫の食材とかでもいいです。冷蔵庫の食材？はい。冷蔵庫の食材はね、あの。
なんか基本うちちょっと変わってて、はい、基本冷蔵庫の食材を勝手に使ってゲテ物しかない違う違うわ冷蔵庫の食材を勝手に使った嫁に怒られる、うん、あなるほどちゃんとやっぱりこうそうそうこれやっぱちょっと嫁さん奥さんが管理してるってことです、ね、奥さんがねほら結構あの北海道の人なんでああそういうことねなんでジンギスカンあるんかなと思ったらそういうことか嫁が北海道の人なんで、うん、ちょっと北海道産が結構多いんですよ雪とかもあります雪はないよね雪あったら溶けてるだろう子供のものしか本当になくてああなるほどね子供系のしかなくてあの僕のってあのFEC T シャツあるけどいやいや完全に FEC からもう離れようとしてるじゃないですかちょっと待ってよ何かあるかなあ、ありましたありました ありましたかありましたありましたこれ何これこれっすね、はい、あの3魔除けっすあの星野源の違う そういう歌3 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 3
宮参り行った時に、はい、何個か買ったんすよ、はい、やっぱり魔除けね、なるほど必要、うん、そういうの余りもんですこれ購入の余らせたらダメでしょいやいや定数で買わないと。だからこれ多分俺の中でなんですけど、この今なんか NPO なんちゃらでなんちゃらでシール貼られてるんですよ、はい、もう行ったら全然封を開けてない状態みたい な、はい、なるほど。まあ封入ってないんですけど、はい、でも多分俺これ取った時から効果現れると思うんですよ。あーなるほど。じゃあまだちょっと、じゃあこれは誰の手に渡ってもそうそうそう大丈夫なやつ、まだ全然あるしストラップなんで、はい、なるほど。なんならスマホにどうぞみたいな。これこのストラップの後ろにこう紙がこう紙に貼っついてるじゃないですか、ストラップが、うんうん、紙と、うん、この3のところに、うん、けいちゃんさんの、うん、こう名前を書いたら、うん、なんかやっぱりプレゼントとして成り立つと思うんで、これそしたら魔除けじゃなくて俺よけみたいなそれはそれで俺よけるみたいな、それはそれでよけていいのかなってだったらプレゼントいやいや、じゃあそれでいいなら、はい、じゃあ全然、いや絶対誰ももらいに来ないだろこんな俺も分かりきてる、誰ももらいに来ないだろ。ジンギスカンは、あーいいじゃないですか、ジンギスカンにしましょう。ジンギスカンじゃ一つと3にしましょう。3いや3いいよ、もう俺魔除けにするよこれはじゃあ使ってください。3はね、さすがに3は使おう、もらいがたいと思う。3は俺が魔除けにするわ。北海道からこれはもう多分送られてきてる、そう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 、ジンギスカンってこと。ジンギスカン、ジンギスカン、あ、違うや、これもあるんだ。なんかこれがめちゃくちゃうまい。これうまそう。これめちゃくちゃいいな。そう、うまころっつって、はい、ホルモンなんですけど、ホルモンね、はい、これがもうめちゃくちゃ美味しい。本当だ、北海道産だ。製造元が北海道って書いてある。そうそう、これもう北海道から取り寄せて、小樽市だ。うちの嫁も自分も好きで、もう毎月あっちの親に頼んでお願いして、はい、取り寄せてる。なるほどね。豚味噌ホルモン。いや冷蔵庫開けすぎてピーピーなって夢中だった。そうそう、これ美味しいです。これ行きましょう。なるほど、これ行きましょう。これ大丈夫ですか、これ賞味期限とか切れてないです。賞味期限は、あれ切れてるちょっと待って、いやいやいや、俺冗談で聞いたのに6月5日ちょっとこれ、ね、賞味期限切れたらダメでしょ、うん、ダメだわ。あ、いやいやいや、いいんじゃないですか。一応冷凍してもいい。そうそうそう、冷凍だからどうにか大丈夫だと思う。何個かあるからな。いや、これもっと切れてるこれ食いな、これ食いなよこれ6月2日、これ今日タイが持って帰ってこれじゃあ1個僕あ、7月ありましたわ。 ありましたか。ホルモンじゃない、ジンギスカンなの。7月これも同じ、だからピーピーなってるこれならいけるわ。なるほど、これならいける。いいんですか。うん、行きましょう行きましょう。ジンギスカン、うん、行きましょう。これは大丈夫。まあこれじゃあ一応冷凍ものなので、冷凍ものなので、まあ、ギリギリまで冷凍してて、してて、そうですね、取りに来れる方にしましょう。ああ、キンキンキラピラみたいなお星様レディオ FM ギノワンにね、 FM ギノワンさんに、に取りに来てこれる、取りに来れる方にプレゼントします、うん、プレゼントしましょう。なんならね、その日見に来てくれた人に、あ、すごい、見に来てくれた人がもしいたらいたらその方にね、もう渡しちゃう。まあ、いなければ、23日かな、23日の放送の時 の時に、はい、取りに来てくださった方に、はい、27日まで来なかったら、はい、僕と森光で普通に食べる。そうですね、美味しく食べてください。はい、はい、ということで、じゃあすいません、こう、はい、お忙しい時間、パチンコのね、合間を抜いて、今日仕事なんで、今日は仕事なんで、はい、ということで、じゃあ、はい、今月の
ケイちゃんでしたね。はい、はい、ありがとうございました。来月またそうですね、また来月に7月末ぐらい、はい、これもしかしてだけど、はい、あの一個一個用意しとかんといけんけ。何がですか。あの月ごとに。いやいや、そんなことはないです。まあまあ、なんかまたね、今月ねよかったらまた来月もなんか用意しときますので、はい、なるほど、ちゃんと来月はね、来月ちゃんと、あ、ちゃんとちゃんとわかりました、ちゃんと用意しときます。じゃあ車とか当たるの、はい、いやいや当たらんよすごいね、東京フレンドパークよりすごいだろ。 鍵とか当たるかもしれませんので、はい、なのでぜひ楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはい、ということで、え、だってケイちゃんさんの嫁さん、はい、あの冷蔵庫管理できてんやし触ったら綺麗に整理整頓もできてるんだけどこのなんかやっぱりあの、うん、あのその奥さんが、うん、あの北海道の方で、はいはい、でこのいろいろやっぱり送られてくるんですって、はいはい、北海道のやっぱりお肉とかっていうこの、うん、美味しいじゃないですか。美味しいですね。あのその特産品美味しいと思うんですけど、このそのホルモンがあって、はい、これが美味しいんですよって、うん、馬ころなんかこのおたるしどうのこうのみたいな、うんうん、うま塩ホルモンどうのこうの、はいはい、冗談で俺、うん、これ賞味期限大丈夫っすか、うん、って聞いたら、うん、ガチで切れてたっていう。いやだ、聞いたわそれそれ放送の中で全く同じ流れ聞いたわ管理などういうことなのかな、うん、ということで、はい、おちょくちょいなんですかね、はい、ジンギスカンは、はい、あのいただいておりますおので来週また来週、うん、スタジオに持ってきて、持ってきますので、はい、これでもさ欲しい方はいいっぱい来ちゃったらじゃんけんですよ。じゃんけんじゃんけん、これはあのこっちからあ、このスタイル面白いね。こっちから選ばないんだ。そうっすじゃんけん、来た人の来た人の分で、まあ一、まあ、人だけ来たらその方に渡しますし、うん、放送終了後、放送終了後にじゃんけん来てる方がいる方やっぱり2名以上いたらじゃんけん、じゃんけんね、一人だけだったらその方にお渡しします、うん、来てなかったら参加費500円だったけどじゃんけんのエントリーフィーね500円、冗談です、いやいや談無料ですので、はいはい、もし取りに来れる方はぜひともスタジオに来週観覧いらしてください。お願いします。はい、もういなかったら僕たちで本当食べるので、うん、よろしくお願いします。いや、いないでほしいな来なくていいんじゃない。僕ちょっとあれですけど、うん、その期限切れた、うん、そのうまころホルモンをいただいたんですけど、うんうん、はいはい、美味しかった。美味しい、本当に美味しい。やっぱり本場、はあ、製造がちゃんとあの北海道のだけあって、なるほど、ね、美味しかったので、多分ジンギスカンもさぞかし美味しいと思いますので、うん、まあ、こんな感じでね、はい、まあ、月に一遍ぐらいは、うん、ケチャさんのお家に遊びに行って、はい、どうなのかみたいなのね、ね、はい、やりましょう。なんかまだお笑いやりたいみたいなこと言ってたので、あ、本当に？ほざくなって言ってたいや、やらせやらせタイミングがあったらね、またあの、うん、皆さんでね、ウェルカムしていただければいいかなと思います。ちょっとだから、来月は、はい、次は僕も行きたいと思いますので、一緒に行きましょう、はいはい、上等でしたよ、お家ずっとバックトゥザフューチャー見てたの家で次の仕事まで時間あるからっつってね。はい、ということで、はい、以上今月のケイちゃんのコーナーでした。はい、じゃあもうそのまま時間もないので次のお時間行きましょうかね。行きますか。次のコーナーか、次のコーナー行きましょう、はい、じゃあ最後のコーナー、森光のチャレンジ企画。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、このコーナーも森光がね、うん、今挑戦、いろんなことを挑戦したいということで、そうそうそう、ただいまあのウクレレの方に挑戦してるということで、しております。ウクレレを弾いて、うん、でもこれは今月から始めたじゃないですか。そうですね、2日に始めて、はい、9日がちょっとあの収録で、うん、僕がしかもウクレレ忘れて、はい、あの皆さんにお聞かせしてないので。あ、9日、あれ5月末だったっけ。何が先週が収録でしょ。だから9日がウクレレ弾いてないさ。そっか、そうそうそう、9日が収録でしょ。そう、あ、なるほどなるほど、収録で、はい、あ、そういうクレレ弾いてない。あ、そう、収録でね、はい、弾いてもないので、はい、ということで、だから最初の時からどれだけ、はい、進歩したのかということですね。そうですね。じゃあ、曲は何でしたっけ。風になるですね。風になる、辻彩乃さんの、はい、なるほど、あのジブリ、私のお墓の前でなつ、違う違うあ、すいません、千の風になって、すいません、間違えました。ジブリ映画の、はい、あれね、猫の恩返しの主題歌と、はい、ギフトだぞーチェンジェンオードファーキャセイユーレフーナイス、全く同じ全く同じ俺辻彩乃がいるのかなと思ってこんなゲテゲテな声で歌ってないだろちょっとね、まだね、うん、歌は歌えないね。なるほど、あ、じゃあメロディーだけ。そうそうそう、歌、これでもメロディー聞いて、うん、あ、聞いたことあるみたいなのになっちゃえばいいってことですよね。まあ、そうですね。で、知ってる人が聞いて、うん、あ、すごいいい感じってなっちゃえばいいってことですもんね、はい、
じゃあ皆さん、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います。緊張するな、これ。これ緊張するな。緊張します、人前で歌うの緊張、うん、やっぱ練習してなかった、緊張しなかったっけよ、うん、1回目は練習してないから、なるほどね。お、緊張するな。やってるだけ、はい、あります。じゃあ弾いていただきたいと思います、はい、じゃあ森光によるウクレレで風になるです。いいですか。はい、どうぞ。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌がなくなっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ緊張する、弾けない。緊張すんの。緊張するよ、いや俺、あ、でもいい感じだったんじゃない。ちょっと途中からやっていい。うん、歌、俺歌った方がいいか。じゃあそうだね、うん、いける歌。いけると思う、はい、これじゃあそうだね、最初からじゃあ。そうだね、いいですか、うん、最初からじゃあいきましょう。見ない子かな、俺は。忘れていたから、いけるんだ、見ないでも。あー、途中からいけない。見といた方がいいんじゃない。見といていいですか、うん、はい、いきましょう。はい、いいっすよ。はい、忘れていた目を閉じて取り戻せ恋のうつ。いや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 、もう一回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 、最初から。やばい、5分だ。はいはい、さん、はい、忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に溢れている、手を伸ばしてもう一度、忘れないですぐそばに僕がいる、いつの日も星空を眺めている、一人きりの夜明けも、たった一つの心を悲しみにくれないで、君のため息なんて春風に変えてやる。お、そり、日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君となくした思い出乗せてゆくよ。あら、はい、今週はここまで。いいんじゃないですか。あー、でも、あー、で、俺弾けると思ったわ、今週。悔しいな。いいんじゃないですか。いや、来週ですね、1ヶ月だから。そう、2週間ぐらいで、あと2回できたらいいと思います、今月で、はい、そうそうそう、いいじゃないですか。これ今バックで流れてるのは、流れてるのが本ちゃん、辻彩乃さんが弾いてる、ね、上手やっさ。いや、上手だ、上手って、プロだから、あっち辻彩乃上手やっさ。やっぱりちょっとあの、うん、歌基本そうなんだけど、はいはい、あの歌いながらじゃないと速くなっちゃうわけ、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、だからあの弾きながら多分自分で歌って、はい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 、ペースも一定だった方が気持ちいいかもしれない、ね、なるほど。そうそうそう、ちょっとじゃあ来週は歌、うん、とりあえず歌もね。俺、そうそうそう、あの自分の中で目標があるわけよ、うん、どんなんなので、本当は今週で歌なしで、うん、あの見ないでちゃんと弾ける、はいはい、で来週で歌歌いながらあの 見ないで弾ける。で再来週は天仏館でやる。違う違う違う、なし文化天仏館の誰が見に来るか、俺のウクレレ。最終的なやつは、まあ、あの自分の目標がありますので、うん、そこまでいけたらね。なるほどね、うん、あ、はい、いや、いいと思いますよ、いいと思いますよ。森光くんナイスって来てますよ、シュプリムさん、うん、タイガくんの歌の練習の方です。タイガは別に関係ないからね。そうね、うん、この曲も別に詳しいわけじゃないし ね僕もそうね、はい、僕もじゃあ歌頑張りますので、ね、はい、はい、いや、でもほら中田猫さんも良かったよって、ありがとうございます。じゃあ良かったマーク来てますので、来週楽しみにしてください。来週またこう辻彩乃さんの曲に近づく感じでね、うん、そうそうそう、はい、やっていただければ。いや、辻彩乃さんの曲には近づかない。ロック調にするって感じ。森光としての森光としての風になるの、風になるの、うん、じゃあぜひもう他人の歌で歌ってる時点で別だと思うけど。はい、ということで、はい、じゃあ頑張っていく。あ、でもいいと思いますよ。はい、ということで森光のチャレンジ企画ウクレレのコーナーでした。はい、エンディングでございます。はい、ありがとうございました。いい時間にエンディング入りましたね。うん、いいタイミングでございます。はい、はい、まあ、今週皆さん、聞いていただき ありがとうございます。ありがとうございます。メールは大丈夫って多分来てないはずな。はい、ありがとうございます。はい、はい、来週もね生放送予定ですので聞いてください。よろしくお願いしますよ。はい、中田猫さん、はい、あれすいますか。はい、来週あれ吸いますか。あれします。麻薬かなんかの話かな。びっくりしたけど。だから今月のけいちゃんのコーナーが月1じゃないですか、うん、ああ、そうですね。だからその他の時に何やるかみたいなのも、はい、ああ、ま、そうだね、
でいろいろ練っていかないといけないね。やらなかったら、はい、あのフリートークきキッさんにも連絡取りたいけどね。あ、そうですね。だからあのケイちゃんさんの、うん、その放送中に、うん、あの LINE でキッさんに今何してますかって送ったんですけど、はい、寝てますね多分それかあの俺のこと嫌いかどっちかです、ね、まあまあでも夜遅いからね、うん、ちょっとね、うん、またじゃあ前もってキッさんにこう確認してこの時間にもし連絡取れるようにできればなって思いますので、うん、いいじゃないですか、はい、俺らがギターが弾けるから最終的にそういうのもやってるんで、うん、これいいですね、うんうん、だそのタイがギター弾いて俺ウクレレ弾いて、キイチさんがあの内地で出稼ぎしてケイちゃんさんもやしと届けてもやしとパチンコやって、うん、いいですねよくないだろうなもうはい、はい、いろいろ、やっていきますので、うん、そこの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今週も皆さんお付き合いいただきありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いしますということで、以上キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ユミさんから、うん、今月のキイチさんも、キイチさんがね、だから内地にいるからね、ね、うん、キイチさんはだから電話で、うん、まあ、もしあの電話をこの生時間に出れなかったら、はい、前もって連絡したのを、まあ、これも収録して、なるほど、やるのか、うん、いやでもキイチさんは会わないと面白くならないから、そうだ、ね、キイチさん電話のキイチさんはもう本当に普通のおじさんだからね、おじさんだからね、うん、キイチさんはね、うん、本当にプライベートの時普通のおじさんだからだからね、うん、中田猫さん、足止めさんはということで、足止めだよね、確かに足止めもありだね、足止め遠いからでも、うん、場所が、足止めは来てもらうかあいつさんボロボロの状態だからさ結構忙しいね、ね、いろいろまたやってるみたいですので、うん、今月のミキさんとかなりたいですねミキさん、ミキさんいいんじゃない。でもミキさんはもっと忙しい、うん、確かに今一番あの忙しいと思う、虫食ってるし、うん、忙しいですので、まあ、タイミングあったらね、はい、やりましょう、やりたいですね、はい、そんなもんですかね、うん、明日、明日何もないか、明日はない、明日何もないですね、大河はお仕事、いや、明日はお休みです、そうなんですね、明日またお休みに来ました。ミキさん、ミキさんもいいですねって来てますので、いいですね、うん、でも、ほらミキさんとキイチさんと足止めやったら、うん、あのちょうどちょうど1ヶ月持つ、あ、ほんとだほんとだ、週替わりで、ただ大変だけどね週替わりで、は、なるほどね、スペシャルの時はこの4人が集まって俺なんか休む、うん、なるほど、どっかの日は沖縄合わせて来てもらって、 その日は俺なんか一切行かないみんなまずおのおの自己紹介しよう。ミキさんとかデージ面白そうだけどな。何し、まあそうだよな、うん。Facebook とか面白いよね。ね、あの人ね。たまにいろいろやってるので。ありがとうございます。シュプリムさんお疲れ様。また来週ということでありがとうございます。あざます。はい。こんな感じですかね、中谷子さん、うん、グソクムシ食ってる写真みたい食べてるところはさすがにね、ちょっとグロそうだはずね、どんななんだろう、でも殻むいたら多分殻は取るのか、あれ中の身だけ食べるの、エビみたいな、エビとかカニとかそういう類いじゃないですか、ね、なるほどね、そういうことか。シュプリームさんが那覇にビッグダディのジンギスカンのお店があるよ、ありますよね、ビッグダディってあのビッグダディ、あ、そうそうそう、お店出してますよ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ今沖縄にいるんだ、あ、いますいますいます、結構前から出してるんじゃないかな、そうなんだ、ジンギスカンうまいよ、ビッグダディのお店はちょっとお値段が、あ、やっぱりいいところですね、ちょっといやらしいな、ちょっとひろきさんどのタイミングで恋を送ってるんですか今コンティニューしないって一番わかる人じゃないですか、今コンティニューしないの一番心得てる人がなんで今コンティニュー恋を送るんですか、ひろきさんケタケタ隣で笑いながらコンティニュー恋余ってたんでしょうね、そうですね、
募金みたいなもん。なんのよ。ということで、あと20秒で終了ですけれども、はい、ありがとうございます。最後にじゃあ、何かありますか。いや、ないです。ということで、風邪をね、治したいので、うん、あ、これはもう、気をつけて寝るしかないので、はい、ということで、皆さん、さよなら、はい、また来週です。これまた放送されてるのか。放送されてるんかい。延長されちゃったから。はい、ありがとうございます、はい、また来週よろしくお願いします。さよなら。